ギュスターブドレの絵画、アンドロメダ。個人肖像。アンドロメダあるいはアンドロメデーは、ギリシア神話の女性で、エチオピア王、ケーペウスと王妃、カッシオペアとの間に生まれた王女である。長母院を省略して、アンドロメダ、アンドロメデとも表記される。後に正座となる。ペルセウスの妻となり、ペルシア王家の祖となったペルセウス、アルカイオス、ステネロス、 ヘレオス、メイストール、エーレクトリオーン、ゴルゴポネを産んだ。アンドロメダーは母、カッシオペアが、自らの美貌が神に勝ると豪語したことから、怒った神々によって、怪物の池にとさせられようとして、波の打ち寄せる岩に鎖で縛り付けられた。そこを、ゴルゴーンの三姉妹の一人、メデューサを退治してその子揮を携えてきたペルセウスが、通りかかった。ペルセウスは、 怪物にメデューサの首を見せて石にしアンドロメダーを救出した。アンドロメダーは後にペルセウスの妻となった。その後アテーナーが星座として天に召し上げた。エドワード・ポインターの1869年の絵画アンドロメダー。テートギャラリー所蔵。アンドロメダーの物語は日本、欧米ともによく知られている。アンドロメダーを描いた絵画が残り、 アントニオ・ビバルディは、救われたアンドロメダというセレナータを作曲している。アンドロメダーが生贄になった時の状態は、裸体だったという設定と、着衣だったという設定がある。名画などでは、前者の設定が多く、生贄としての姿は、全裸のものが多い。しかし、映画作品、星座物語のストーリー、絵を伴うアンドロメダ座の星図では着衣であることが、多い。 夫となったペルセウスも全裸で描かれることがあるが、ペルセウスが着衣であっても、アンドロメダが全裸で描かれる絵画が、複数確認できるのとは異なり、その逆という美容者は、ほとんど見られない。なお彼女は、白人の姿で描かれることが多いが、エチオピア王国の王女ということから黒人と、見なされるのが、神話時代からの定説である。しかし古代の歴史学者には、 紀元前の古代ギリシャ文学の内容から、エチオピア王国のアンドロメダは手を、体の左右に十字に広げ鎖で、海辺の岩に繋がれた白衣をまとったギリシャ系白人の姫、と定める者も,もいる。英雄が強力な怪物と戦って、女性を救い出すという神話の提携の一つ。ペルセウス型神話、ペルセウスアンドロメダ型神話とも言われる。ありがとうございます。